ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。地獄のバス。2チャンネル、シャレコ忘れにて地獄のバスに乗った者が現れた。仮死状態になって閻魔様に会ってきたとかそんな話でしょうか。小学校の修学旅行でのことだった。我々は一路目的地を目指してバスに乗り込んだ。席も隣同士だった。少しテンションの高すぎる彼に並行しながらも、バスの旅は快調に進んでいった。どうやら現実のバスのようですね。しかし、バスに乗って1時間が過ぎた頃には、安川くんはさっきまでのテンションが嘘だったかのように静かになり、何か神妙な顔つきになっていた。車酔いか、私は聞いてみた。うん、ちょっと酔ったみたい。先生に言おうか。いや、大丈夫、言わんといて。そうか、また気分悪くなったらいいや。うん。まあ彼が大丈夫だというのだから、それ以上のしようはない。私も彼の車酔いに付き合って、せっかくの楽しい修学旅行を台無しにするつもりは毛頭なく、彼を放って友人らとの会話を楽しんでいた。しかしその時、突如後ろの席から警報が飛んできました。先生、和田さんが気分悪いって。突然後方の女子らの席からゲロ警告が先生に報告された。警告されたところで、先生にできるのは大丈夫、とのお決まりのセリフとゲロ袋を装着したゲロバケツを渡すことぐらいだ。特技が、もらいゲロの私としては、非常に忌々しき事態である。隣の安川くんも加わって、連鎖ゲロ、という非常事態に突入する危険性もはらんでいた。しかし、和田さんは車酔いに耐えてよく頑張った。私は感動した。ゲロハザード回避できましたね。バスは予定通りに快調に進み、ハイウェイへと突入した。ハイウェイはカーブも信号もないので、酔いが悪化することはない。私は安堵し、また友人らとのバカ話に花を咲かせていた。その時、私の隣の安川爆弾がぽつりと火花をあげた。うんこしたい。車酔いではなかったのだ。彼は一心不乱に、今にも活躍金の束縛を振り切って生まれ落ちんとする、うんことの熱いバトルを孤独に繰り広げていたのである。しかし、そんなことを告白されても私にはどうしようもなかった。もちろんバスにはトイレはなかったし、ハイウェイに乗ったばかりで次のトイレ休憩はまだまだ先だったからだ。やばい、先生に言おうか。いや、言わんといて。かの消えるような声で彼は弱々しく訴えた。そうなのだ、小学生にとって、うんこ、という行為は、イスラム教徒が豚を食うに等しいタブーだったのだ。しかし、彼の様子を見ていると、そんなことを言っている場合ではなさそうなのが分かった。このままでは、うんこマン、が、おもらしマン、にクラスアップしていくだけだ。さらにそこからゲロハザードにもつながりますしね。そう考えた私は、彼の抑止を振り切り、先生に、安川くんがうんこしたいって言ってます、と伝えた。わざわざ先生に接近して、小声で伝えたのは私なりの彼の名誉への気遣いであった。できる男の気遣いです。きっと先生もこっそり気遣ってくれるでしょう。しかし、先生はそんな私の気遣いに気づかず、安川くん、我慢できそう、もう出ちゃいそう、とバス中に響き渡る大声で彼に問いかけた。安川くんの恨みがましい視線が私に突き刺さる。一瞬で車内には静寂が訪れ、みんなの注意は、うんこが漏れそうな安川くん、に集まった。いますよね、空気読めない教師。先生が彼の隣の席へと移動したので、隣だった私は先生の席へと移動ができた。爆心地は避けれた。やった、不謹慎だが私のその時の素直な心境はそうだ。もはや私にできることは祈るだけだったが、安川くんがうんこを我慢できますように、なんて祈ったら神様に怒られそうだったのでやめた。おとなしくことの成り行きを見守ることにした。先生は我慢できそう、とまだ問うていた。安川くんは半泣き状態で答えようとしない。私は考えていた。もしもう我慢できません、と彼が答えたら先生はどうするのだろうかと。幼い私の出したベストの答えは、バスを停車して道の端にうんこする、というものだ。それ以外に考えつかなかったということもあるが、一級さんでもそう答えるであろうベストの回答を、もしその時が来れば先生も選択するだろうと思っていた。タイムイズオーバー、そして時は来たれり。先生の我慢できる、の問いについに彼が首を、横、に振った。ワーニン、ワーニン、爆発病読み開始、乗組員は速やかに待機せよ、緊急コールが脳内に鳴り響く、しかし我々には逃げ場はなかった。モーゼにすがる民草のように我々は先生の決断を待った、モーゼの口から決断の言葉が吐かれる。安川くんは一番前の席へ、前の席の人たちは後ろの座席へ下がって、安川くん危険物扱いで笑った。意外なモーゼの言葉に私は呆然とした。席を移動して何の解決になるのだろうかと。しかしその疑問はモーゼの手にしたものによって一瞬で書き消えた。モーゼの手にあったもの、それは、バケツ。え、嘘だろ。そう、ゲロバケツ、として搭載されていたあのバケツである。さすがにモーゼがそのバケツを何に使用せんとしているかは理解できた。モーゼは海を割る代わりに、ゲロバケツ、を、うんこバケツ、へと変身させようとしているのだと。モーゼの導きにより、民族大移動は終了した。しかし、それで終わりではない。いや、地獄はこれからなのだ。みんなが顔を見合わせる。何を喋ればいいのかわからない。
来るべき地獄の時をみんなが、最大級の静寂という最悪の状況で迎えようとしていた。あ、ここからちょっと注意です。汚い音をできる限りリアルに再現していくので、お食事中の方は気をつけてね。静寂の車内についにサタンが産声を上げた。悪魔の母はおえつを上げていた。サタンがあらん限りの雄たけびを上げた。雄たけびとともに、車内に地獄の周期が蔓延する。この極限の状況に耐えられず、滝川くんが笑い声を上げ始めた。するとそれにつられて我慢していた者たちも一斉に大笑いを始めた。サタンの雄たけびと周期と子羊たちの笑い声で車内はさらなる地獄へと変わった。その正気に当てられたのは、車に寄っていた和田さんだった。頼みの綱のゲロバケツはすでにバス前方で安川くんの菊門錬金術によりうんこバケツへとクラスチェンジしていた。耐えきれなくなった和田さんの口から妖怪液が勢いよく放たれた。前門の狼、後門の虎とはよく言うが、前門のビチグソ、後門のゲロ、とは古代中国の文人も考えもしなかったであろう。車内はクソの悪臭とゲロの悪臭が入り混じり、ビチグソの放たれる爆音と気の触れんばかりの爆笑が渦巻き、泣き出す女やもらいゲロをする奴らも現れた。脱噴、嘔吐、おえつ、爆笑、激臭を乗せた地獄のバスは速度を緩めることなく目的地へと向かった。終わり。何考えてんだろうね、その先生。怖すぎ。最高。最後だけ気持ち悪かった。そのコピペ、エッチネタ板にもあったな。おおむね好評なようでした。いかがでしたか？シャレコアに貼る内容ではないと思いますが、実際にシャレにならない話ではありました。文章があまりにも脚色されている感じがあったので、もしかしたらネタかもしれませんね。ですが2チャンネルにはこんな書き込みもあります。帰りのバスでうんこしたくなり、我慢できずに背を出したら後部座席のガキが、ねえパパ、すっごい臭いよね、とか言い出して、背をしたのがバレた、と思った瞬間、すっごい匂いがバスを襲った。俺の背じゃないよな。この悪臭は、どうやら子供がうんこ漏らしたようで、後部座席でざわつき始めた。その後のバスはゲロ吐きまくってる親父や若い女性でまさに地獄絵図のようだった。俺は窓を開けて外に顔を出しながら駅到着まで耐え抜いたよ。バスという空間では連続コンボが発生しやすいようです。あ、忘れるところでした。皆さんが気になっているであろう。汚い音の音源ですが、ご安心ください。フリー音源で拾ってきたおならの音です。なんと、おならの音素材が完全フリー、しかも商用利用、加工も可能、気に入ったらダウンロード。皆さんもおならの音源が必要になったらこのサイトをご利用ください。初めてこのサイト見た時は正直ビビりましたけどね。皆さんはこのサイトを見てどう思いましたか？間違えました。この話を聞いてどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。